どうも皆さん、こんにちは。ワンショットワンド破壊してワンドロー龍です。さあ今日はですね、何やっていくかっていうと、久しぶりにデッキ破壊しようかなと思って、デッキ破壊しちゃおうと思って、相手のなんでかっていうと、あの新パックでこの UFO タートルってやつが来たんですよ。これ戦闘で破壊されると、デッキからこの炎属性をリクルートできるよっていう効果を持ってるんですよ。でこれなんかリクルートできるなんか面白そうなやついないかなと思って探してたら、リンクそのカードプールね、なんか割と面白そうなやつを見つけましたね。ウォームワームさん、先生をちょっとリクルートしたいなと思って、だからまあ一応ウォームワーム5枚体制ですね、実質っていう感じでちょっとやっていこうかなと思ったんです今日は。でどうやって破壊していくのが一番いいのかっていうのはあるんですけど、新しいストラクチャーで AO 円環っていうカードが出まして、これ結構強いんですよね。これ炎属性破壊して炎属性を墓地から蘇生っていうことができるんで、要はこれと相性がいいんですよ。これと相性がいい、攻撃表示に残っちゃうのを破壊してまた守備表示にタートル戻したりとかできるんで、結構面白い使い方できるんで、これを、まあ、ぶち込みまして、でやっぱり結局一番強いのはチェーンデストラクションなんですよね。このカードと相性がいいのは一番強いんですよ。これ一気に6枚とか破壊できるんで、だからまあこれはまあ入れないといけないかなと思って、やっぱそのデッキを破壊するのは速度が結構大事なんですよ。速度、とにかく相手がなんか対策取る前に早めに破壊しないといけないんで、だからもうガン詰めです、初手引きたいから。でまあ、ちょっとね、相性が悪いのは、タートルの破壊されてリクルートがダメ捨てなんで、ダメ捨てだと確かチェーンデストラクション打てないんですよね。だからこれがちょっと相性悪いかなと思うんですけども、一応この創生札はこんだけ入ってるんで、6枚入ってるんで、まあこれ、発動は多分できるかなみたいな感じですね。で一応カイトロイドとメガロイドシティとこの辺と相性がいいので、一応1枚だけ入ってます。そんなところですかね。なんかね、そんなに強くはなかったね、やっててね。アイディアは天才かと思ったけど、やっぱ攻撃表示残っちゃうの若干ねきつかったりするんですけども、早速ねデッキ破壊久しぶりにやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方はヘルカイザー両選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。反動はまあそこそこいいですね、そこそこいいですけど、ちょっとヘルカイザー両きついな。ウォームワームちょっとね、なんだっけ、オーバーフローがマジできついんですよね。オーバーフローがバチクソきつくて、まあ、ちょっと一回これ全部捨てるんだけど、オーバーフローもあのランページもまあきついんですよね。あの2枚マジでね、天敵っていうか、まあ、天敵多いんだけど、このデッキ全然決まんないから、成功率成功率どうだろうな、まあ、10% とかそんなもんですかね、成功率多分。でもなんか5回に1回くらいは勝ってる気がするから、20% があるのかな、ちょっとわかんないけど。ああ月光か、あぶね、サイバーじゃないだけマシか。月光はまだ守備表示にしかしてないから、そこそこ相性はいいんじゃないか。割とこのなんか伏せカード全部除去するっていう人はもうねえだろうしな。で相手の盤面に干渉するカードこっち入ってないんで相手の妨害するカード入ってないんです、俺入ってないんで結構いいかもしれないですね。あとあの結構そのサーチ入れてくれるから、割とデッキが少し掘られるから、相手のデッキ結構いいかもしれない、意外と。でまあ融合してくるんだったら、またまあ3体融合のやつですよね、多分ね、3体融合のやつで、こっち永遠にモンスターを攻撃表示にするっていうことはほとんどないので、まあするとしても一応リミットリバースの相手ターンの蘇生があるだけくらいなんで、多分あの赤いキツネでワンキルされることは多分ないと思いますね。あと赤いキツネリミット2になりました、おめでとうございます、おめでとうございます。赤いキツネさん、リミットにおめでとうございます。なんかおめでとうございます動画作ろうかっていう話ありましたからね、一時期。その赤いキツネリミットにおめでとうございます、祝リミットに動画作ろうとしてたから、俺作んなくてよかったわ。月光好きから叩かれるからよ、生きにくい世の中にあったもんだぜ。ガーディアンの力すげえカード入ってんな、なるほど。でそれでぶん殴っていくって感じか、 OK、 破壊しないから大丈夫。そのね、君のモンスターを破壊するっていうこと俺しないから。ネオスフュージョン押したじゃん、いいじゃん。ネオスフュージョンもう少しで使えなくなるけどね。ウォームワーム、これだ、多分脱法だな。で、でデストラクションでバチンバチン、はい、オッケー。6枚ドドドドドーン、はい、6枚ドド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 ーン、はい、ドーンうるさくてすいません。
ドーンドラーンすごい一気に12枚ぐらい削ってる。エンオーエンガー発動。はいはいはいドーン、はいはいはいドーン。さあドロフェイスですよ、ドロフェイス宣言してください。さあお相手の方、髪型ぶっ飛び女、よろしくお願いします。テル参拝。ハンドマそこそこですかね、まあ、そこそこ。ちょ、炎王炎冠被りすぎ問題が発生してるけど、炎王炎冠こんなにやらないんだよな。デュエル中に1回発動すれば多分ほとんど大丈夫みたいな話やから。はいはい、で、ああ、オッケー、知らないね。知らないは、まあ、ドッキリ部隊が意外と刺さんないって話あるから、ウォームワーム結構、送ってくれてありがとうみたいな話もあるんで、まあ、そこまで、なんか、不利っていうほど不利ではないけど、ちょっと展開部で押し切られるパターンはありますね。なるほど、デスサムライ。これあれですね、ゴズキ持ってない人が、結構そのデスサムライを代わりに入れてるっていうパターンはよくある、あるらしいですよ、最近は。初動札がね、少なくなりましたんで、リミット3。にあれがモノロで入ったからリミット2かで、セットセットでエンドしていく。カイトロイドあるから多分知らないで、ドキュー部隊はしてくれるんだったら逆にありがとう、逆にお水ありがとう。で、妖刀シナノイの効果で、はいはい、これ一番やべえのは、これ一番やべえのはあれやな、あそっち、あよかった危ねえ、ハデスが一番やばいね、この絶景ハデスが一番やばいっす。ハデスがガチで一番良かったんですけども、ハデス回避、ハデスは回避。ハデス一番良いんだよな。まあ、鍵物は OK、 鍵物は OK、 セット OK、 セット OK。 さあ何をしてくるんでしょうか。バトルフェーズ、あー普通に殴ってくるのは全然いいわ。危ねえ、ハデスだったら危なかった。ウォームワームで3枚送られていくよ。デモンズチェーンとアルカナフォース、はい OK、 テンプラス OK、 ドッキリ部隊も落ちた OK、 でぶん殴ってくる、カイトロイドぶん投げていく、カイトロイドぶち投げていく。さあカイトロイドライフ守っていく。ターン終了時リミットリバー殺到、ウォチのウォームワームを特殊召喚していく。よし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 、あと9枚あと9枚頑張れ、あと9枚だ、あと9枚でいけるぞ。あとだから9枚ってことは、ウォームワーム3体分やから、あと3体3回破壊すればいい、3回破壊すればいい。リミットリバー、あ来た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 、ウォームワーム破壊されて、ウォームワーム効果で、あと6枚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 やから、あと6枚か、ウォームワーム、あーこれ微妙やな、これ微妙やな、これ微妙。一回ウォームワーム召喚しましょうか。で、速攻なし落としやな、オッケー。炎王炎冠発動していく、これいったんじゃないの、これいったんじゃないの、これいったんじゃないの、これいったでしょ。でウォームアームバチコリと破壊していく、でウォームアーム効果で3枚落ちる、でカード1枚セットしてバトルフェーズ入っていく。でこれが通ってくれれば、これはね一旦1枚なんだよ、炎王炎冠が一旦1枚だから通った、ターン終了。通ったよUFO タートルどこ行った。さあお相手のことはバンベットキース選手、よろしくお願いします。なるほどね、ウォームワームさんが来てくれているのはありがたい。このご時世にデュエルスタンバイとかいうさ最強スキル使ってるの俺くらいじゃない多分だけど、俺最近ここ半年くらいデュエルスタンバイ使ってる人会ったことないから、多分なんかもうこのご時世デュエルスタンバイ使ってるの俺だけ説っていうのをちょっと提唱してるんですけども、バレンシメとドラグーンとかで最強モンスター来たな。ガイトロードモンスターが4種類の以上の場合のみ特殊召喚できるやつね。はい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 、はい、OK で、ウォームワーム、リミットリバース、強化蘇生、炎王炎冠はまだいいか、終了していく。ライトロード相性どうなんだろうな、まあでもこっち表側であんまりモンスターいることそんなにないと思うから、あとはあれですね、レビオニアとかそっち系のモンスターが一番やばいかなって感じだけど、あそれもやばい、トワイライトロードファイターライクは確かなんかあれだな、ライトロードを除外するとなんか相手のカードを選んで除外するっていう最強のなんか効果持ってんだよなこれ。実は最強モンスターって言われてて、ライトロード界フィールドのカードを一番選んで除外するっていうめちゃめちゃ強い効果なんだこれ。そのエヴァリーはモンスターしか除外できないけど、あい魔法トラップもいけるっていう最強効果を持ってる。あーリミットリバースやった、
これね、実はね、雷光の効果は一番強いんですよ、あの世界で。で、レビオニアももちろん入ってると。で、カオスペトレイヤーも入ってると。怖っ、やばいな、これやばいか。でもカイトロイドあるからさすがに多分耐えると思うよな。カイトロイドあるから耐える。ライトアサシンは OK。 戻されるのはめんどい。いやー、戻されるのはめんどいぞ。戻すんだったらバックにしてほしい感はあるな。ちょっとこのモンスターは破壊してくれ。バニッシュメントドラグーン見えた。なんかバニッシュメント入ってる人珍しいですね。ライトロードの裁きの、あのジャッジメントデスノーさんはマジでやばい。ジャッジメントデスノーさんは結構やばいことが起きるから、これもやばいんだけど、カオスベトレイヤーもやばい。全部やばい、全部やばいな。おい、なんだろう、全部やばいぞ。それは蘇生されて何を除外してくるか。まあ、エクスペイバーンとライトロードファイターライクオーケーで、カオスベトレイヤーで、ワイバーンの効果でバニッシュメントを回収していく。オーケー。まだライトロード 2体しかないね。2種類しかない。まだ出せない、まだ出せない。で、どうするんだろう、これ。これ何が起きるんだろう。まあ、いろいろできるな。4と2で6もできるし、10シンクロもできるし、12もできるのか。ブリューナク。なるほど。ブリューナク。ちょっとモンスター戻すのやめよう。モンスター戻すのだけやめてくんないかな。ちょ、前だけ戻さないでほしいな。2枚捨てちゃった。あー、そういうことしちゃう。ちょっときついな。ブリューナクさん、ちょっときついな。黄昏の、なんやこれ、これなんや。墓地のライトロードを2位の形で外出して打点をアップする。なるほど。墓地、あ、それであれか、バニッシュメント出すみたいな感じ。あ、そういうこと。なるほど、すごいカード入ってるね。トワイライトクロス、はい、来た。俺初めて出されたかもしれない、これ、このモンスター。何こいつの効果。そんな効果あるの、強く。ちょっと待って、ちょっと待って、デッキ破壊できない問題が発生してる可能性があると。デッキ破壊ができない問題が発生してる可能性があるな。わ、 UFO タートルマジいらないな、今マジいらねえな、これやばいな。ウォームワーム召喚、でもこれ自爆特攻しないと破壊してくんないから戻されるから、これこうして、でバトルフェイズ入ってウォームアーム自爆特攻する。でこれ通していただく。ウォームアームで3枚破壊する。いやでも残り17枚はさすがに無理では。残り17枚ってどうやって破壊すればいいんだよ。あ、強っ。このモンスターちょっと強すぎじゃない。こんなに強かったの、このモンスター。めちゃめちゃ強いやん、バニッシュメント。墓地のカード全部戻されるんだけど、俺めちゃめちゃ強いやん。なんだこのモンスター。